マーチン2から0から2マーチン2から0から2はアメリカ合衆国の航空機メーカーのマーチンが第二次世界大戦後に開発、製造した総発レシプロ旅客機である。なお、マーチン200 2 0にと表記されることも多いが、正式にはマーチン2から0から2と表記する。ダグラス DC-3 を代替する意図で開発された。このため、機体は DC-3 より、 若干大きく、エンジンも大幅に強力なクラスを搭載して、巡航速度やペイロードを向上させている。1946年11月に初飛行、1947年8月に民間機としての対空証明を得ている。しかし構造設計面に問題があり、1948年中頃には、基準中分で生産は打ち切られた。マーチン社は、 余圧客室を持つ発展型の開発を繰り上げ、マーチン4から0から4型として発表し、生産を移行した。このため、マーチン2から0から2型は34機が生産されるにとどまった。導入した航空会社から早期転売されたり、発注していたイースタン航空などからはキャンセルを受けるなど、商業的にも失敗策であった。 第二次世界大戦終結後の1940年代後期には DC-3 の軍用輸送基盤で約1万機もの多数が製造された C-47 スカイトレイン及びその派生型の連合国が残存機のうち大戦終結で余剰となった機体が数千機単位で民間に払い下げられ民生用 DC-3 仕様に改装されて世界各国に普及しつつあった やや旧式ながら運用コストが低く信頼性の高い DC-3 が、廉価な払い下げで入手しやすかった当時、ポスト DC-3 として、直接競合するクラスの機体開発は、時期創造であり、2から0から2そのものの信頼性の低さが、その機とに止めを刺したと言える。日本においては、第二次世界大戦後、日本法人である、日本航空が運用した、最初の機体である。 1948年8月29日に主翼構造の強度不足が原因でミネソタ州上空を飛行中に空中分解し墜落した。そのため残された機体は連邦航空局から回収が命じられ、わずか34機の製造で終了した。対策が実施された後も信頼性には疑義が残る機体であった。 1950年3月から1951年1月にかけ、ノースウェスト航空の機体が4機相次いで事故を起こしている。また、ノースウェスト航空から日本航空にウェットリースされた機体、木保死号が1952年に墜落事故を起こしている。民間商業機としては、決して多くないその製作機数に対して、全損事故が13機と極めて多く。 これに伴う死亡者も163人に上る。日本航空のマーチン2-0のに、目星号と客室乗務員、第二次世界大戦で敗北した日本は、連合国より軍民問わず航空機を運用することを禁止されていた。1951年になり、ようやく日本航空株式会社による民間旅客機による定期路線が就航した。 しかし実際には日本航空は営業面だけを日本側が担当し実際の定期路線運航はノースウェスト航空が操縦士付きで担当したこの時に使われたのがマーチン2から0から2型機であった日本航空では5機のマーチン2から0から2型を運航しそれぞれの機体に太陽系の惑星に由来する相性を与えた機体記号は N から始まる米国籍のままであった。マーチン2から0から2型機もこれを引き継ぎ、このうち、金星号は、漢字とひらがなの違いはあるが、重複の2代目、天皇星号は、ノースウェスト航空の都合から一機のみ供与された、ダグラス DC-4 型機に授けられた。航路の確認や、点検飛行、宣伝体験登場を、木星号などで行い、 ど星号は一番機として1951年10月25日に東京大阪間の定期航空路線に就航した。しかし、1952年4月9日に発生した木星号墜落事故により、日本航空株式会社は木星号を喪失した。そのためか、1953年の日本航空株式会社設立に伴う、 自主運行開始とともに全てノースウェスト航空に返却され、日本の空から姿を消した。ありがとうございます。